日は立ち技を久々にやっていきたいと思います。やりやすいやつを相四つ、喧嘩四つに分けてピックアップしていくつか持ってきたので、今日はそれをね、紹介したいと思います。左足前構えてるのに対して、相手も左足前、同じ足出してる構えですね。これいわゆる相四つ。僕の左足前に対して相手選手が右足前出してる、これ喧嘩四つ。相四つ喧嘩四つによって仕掛けやすい技っていうのも変わってくるし、ガードプルの仕方とかも変わってくるので、相四つ用の投げであったりとか、相四つ用のタックルであったりとか、相四つ用のガードプルを喧嘩四つの人に仕掛けちゃったら不利になっちゃったりとかもあるんですよ。なので最低限押さえておいてほしいのは、この相四つと喧嘩四つにそれぞれ、まあ、1個ずつぐらいは技を持っておいた方がいいです。はい、足払い、これはね、どちらかというと喧嘩四つの方が多いんだけども、まあ相四つでもできるかなっていう感じです。まあ、この前にある足を払っていきたいっていうのがあるんですね。まあ、いわゆるフットスイープって海外でも言われたりするんですけども、払っていきたいんですが、まあ、もちろんこれ今ここ体重乗ってますってやつを払っても重くて払えないです。そのステップに合わせて払っていく方法がありますね。例えばこっちに歩いていく相手が左足出す、で次右足出すっていう流れで出して、まあ、これを払う。体重が今乗りますよってところスコーンっていかれるので、まあ、簡単にこけるっていうやつなんですけども、このフットスイープを作っていく足の手順として簡単なのが、トレアナバスの時にこういうクロスステップ、まあパスとかだったらあると思うんですけど、これ立ち技とかで多分あんま出ないんですよ。立ち技、柔道とかの立ち技もそうだし、レスリングとかでもこうやって足をクロスするとその瞬間にやられちゃうので推奨されることはないんですよね。っていう時に相手が左足に対して右足がこう大きくクロスしてきて、こうなってきたところパコっていかれるので、やっぱりそこが危ないんですよね。それをあえて自分で作っていきます。まあ、どうするかっていうと、相手を中心に自分がこっち方向に回っていくんですね。ある時その中で自分が先にクロステップとかを踏むんですよ。このクロステップのいいところは、今僕がこういうステップ、通常のステップで回っていくと一歩がそんなに大きく取れないんですよね。なんですが、クロスステップのいいところは一歩で大きく移動できるところ、これだけはね、メリットなんですよ。ただし立ち技でやるとそのクロスを狙われちゃうっていうだけなんですけども、自分が相手に対して先にクロスステップで大きく移動してあげるみたいのを踏みながら作っていくと、それに合わせて相手がつられて、本来まともにこうね、例えば僕は横にこうやって動いたら、相手もおそらくそんなに足幅変えずについてきたりするんですけども、こういうの大きく動いた時につられて、こう足がクロスすることがあるんですよね。そこを今の足払いで狙って勝っていくというのがね、勝ったら相手をそのまま、特にまあ引き手側より釣り手側で斜め後ろに引き落としていくって感じですね。自分より大きい人の場合、それで倒していくっていうのは難しいと思うので、合わせて逆足にタックル入るとかっていうのは練習しておくといいと思います。今のやつの中で、階級別として捉えたときに、相四つの相手に対して有効な技、引き込みタックル、ガードプル行くよと見せかけてタックル行く技ですね。どういった技かっていうと、相四つなので、自分がこういう組み手、もちろん相手も掴むチャンスっていうのは僕の引き手側で襟、こっちとかこっちどっちでもいいんですけども、でこっちが相手引っ張ってくると、僕の釣り手を相手が引き手にしてるっていう状態で、組み合う攻防が出てきます。でもちろんこれ相手に持たれなければより有利です。持たれてしまってもこっちの足を差し出すっていうのが一応引き込みとしては正当だと思うんですよね。この後ろの足を引き込むと見せかけてタックルに行く流れ、これが引き込みタックルですね。ちょっと一応流れサクッといきますっていう入り方。これ喧嘩四つだと
先に失敗パターンでやっちゃいますけども、喧嘩術で同じことをやろうとすると、剣術の場合は、この襟を持つ方を釣り手っていうんですが、釣り手を下から持つ、上から持つ、まあどちらにしろ、自分がじゃあ、実はタックルとか行こうと思った時に、やっぱこの相手の釣り手がピーって張って止めてきちゃうんですよね。なので、剣術でこれ入ろうとしても、結構普通に止められることが多いです。なので、これは相四つ用の技ですね。引き手、釣り手、はじめ、絞ります。こういう感じ。要はこういう、行くぞ行くぞっていう構えの中、絞ってますよね。で、いざ入るときは、後ろの足を引き込み、足ここまで伸ばさなくていいです。行きますよっていうところから、絞ってる手を開きながら、こうですね。後ろの足は膝つくんだけども、前の足はこう立てた状態。要はこういう状態を作ります。で、ここから空いた腰に対して、ズドンと入っていく。一人で行くと、振って、こうです。絞って、で、ここに入って、倒していきます。でそのまま両足タックル入れればいいんですけど、引っ込もうとした時に、まあ、相手がタックル警戒すると大体この足引いてくるじゃないですか。あ、反応早いタックルで引いてくるので、そうなってきた時には前に残ってるもともと後ろにあった足をアンクルピックしていく。ここまで一緒に練習できるといいです。で、下げたところに対してこれも合わせてやっておくといいです。同じ体格の喧嘩四つ、まあ、リストパスでのシングルレッグですね。まあ、どういうものかというと、まあ、剣四つなんで、こっち、まあ、釣り手とか取りに行く、まあ、こっちの手が近いじゃないですか。で、こういう攻防で相手がやっぱこれ取ってきたりとかするんですよね。やっぱ取られたくないと。で、逆に先に袖とか握られちゃうとか、まあ、グラップリングの場合は手首握られるっていうのがあるんですよね。で、逆にこいつを持たしてあげて、持たしてあげて、この相手が持った手を自分の手に持ち替えます。そして前にある足にシングルレッグが入っていく。もちろん柔術の場合袖とか掴んでくる人いると思うんですけども、一緒ですね。持たれたやつを持ち返してシングル入る。すごい小手先テクニックっていう感じなんですが、まあ、要は視線の誘導ですよね。相手がこれを見る、こいつを渡してあげる、で、ここ見てればもうこっち見えてない、かつ僕がここに入った時にこれでディフェンスできないっていう感じを作り出すので、まあこれは非常に使える技です。道着の上使えるので覚えておいた方がいいですね。取らしてから、こっちに入って、まあ入った後は道着の場合これ掴んでもいいですし、まあ道着とかじゃない場合は普通にシングレッグに入っていくといいと思います。道着バージョンですね。今のはどちらかというと相手に掴まれてるっていう相手先行してますよね。逆にじゃあ次自分がこの組み手を制して、いわゆる組み際に入るっていう、まあ、投げ技とかタックルとかっていうのも出てくるんですけども、次は自分が今の、まあ、ミスディレクション、視線の誘導をね使ってこういうのができます。通常こう剣四つの場合、襟を取るって言ったらこのこっちの近い襟を取るんですね。なんですが、あえてこの遠い方の襟を取りに行きます。で、こういうね攻防の中、遠い方の襟取ったらすぐさまこっちに受け渡してあげます。で、こっち自由になるじゃないですか。そしてこっちのシングルに入っていきます。これも今と同じ視線の誘導で、相手にこっちに一瞬注意を生かして、こっちの注意をなくしてあげるんですね。通常ね、シングルレッグ今行きますよってこういう距離でこの足入りますよって言ったらもう相手分かるから、簡単にねこうやってディフェンスできちゃうんですけども、こういうのを入れて一瞬注意をこっちに反らしてあげると、ここが開くんですよね。すごい小手先のテクニックなんですけど、結構使えるので、まあその連発するとさすがにバレちゃうけども、なんかすごい緊張感のなんかちょっとしたことで入りやすかったりするんで、これも覚えておくといいですね。まあ、相四つの自分より大
おすすめなのがアームドラッグからのポーチ狩り、まあ、いわゆるポーチタックルなんですよね。アームドラッグって通常、まあ、こうやって引いて相手の背中を取りたいっていうのは正直あるんですけど、まあ相手がでかいって引いてもそんな感じであの背中パタッと取れないんですよね。そこにポーチ狩りを、まあ、タックル気味に合わせていくのがポーチタックルですよね。これは結構大きい人とかでも使えます。でここで覚えておいてほしい2パターンとしては、まあ、先ほどのリストパスと同じようにアームドラッグって、まあ、基本的には今からこれ行きますぜって言うとやっぱり相手に警戒されるので先に相手にこいつを握らしてあげるってやつを自分が後から、まあ、取りに行く、まあ、ただあの IOS の場合は自分が掴んで持ってってもいいです。自分から掴むパターン相手に、まあ、グラップリングの場合は手首、道着の場合は袖とか掴んでくると思うんですけど相手に握らしておいてやっぱ握ってる方が相手ここ固定するんでこっち取りやすくなるっていうのがあるんですよね。握ってるやつをけんか四つの相手が大きい人の場合、まあ、特殊なアンクルピックでアンクルピックとかでこっち取り行きがちなんですがこの剣四つで、まあ、前に来てる手ですよね。この袖を自分が取ります。で取ったらこの手をパンチして奥の足手前じゃないですね奥の足に近づけてあげる。こういう状態でこっちの足の寝具に入っていくような感じでこの足首を取りに行きます。で袖取るプッシュしながらっていう感じですね。まあ、最終的にシンプルになってもいいんですけど例えばこの足取ろうとしてもやっぱり救えるけど上がんないとかって絶対出てくるんですよ。でそうなった時にこの方法がすごく有効で今の袖を取って奥足にパンチしてあげるとこの竹本の右肩が今下がってきてますよね。で、まあ、要はこっちベースないからこっちに転がせばこけるんですけどもちろん重い相手そんなに簡単にこけてくれないんですよ。でこの時に体重こっちに僕がパンチを押すと相手どうやって耐えてるかっていうとこの前の足なんですよ。前の足で体重踏ん張って耐えるっていう方になるんですよ。でどうなるかというと逆の足後ろの足は体重が抜けるとね浮きやすくなるんですよね。だからそういう形をこのプッシュで作ってあげるんですよね。だってこう体重乗ってる足例えばこれをこのままこの足に近づけると完全にこの足に乗るのでこれを引くのは難しい。でしかも相手耐えやすい、あの肩そんなに下がらないからなんですが斜め後ろこっちにプッシュしてあげるとこの肩が大きく下がるので相手こっちに体重をしっかりかけつつ奥足めちゃめちゃ軽いって状況を作ることができます。軽くなった足を刈っていくっていう方法ですね。だからすぐもう斜め下にパンチしながら入ってあげてください。